の料理のツボは鶏胸肉をしっとりジューシーにです。はい、ああもう美味しそう。パサつきやすい、ね、はい、鶏の胸肉、今日はあるものを塗ってしっとりジューシーな天ぷらにしますので、はい、ぜひお試しください。はい、陣内君も鶏好きやもんね。はい、うってつけですね。あ、もううってつけです、はい、なんか最近帰ってくるちゃんと。じゃあこれ負けるなって言われたの、ね、賢いからね、それは対策もするでしょ。はい、じゃあまず陣内さんのために胸肉をそぎ切りにしていきたいと思います。この番組のコーナー変わってるから、ね、今日はこれの切り方がポイントです。はい、このちょっと薄く幅を持たしたこういう感じにね、切っていただきたいです、ね。このぐらいに、はい、これぐらい切ってくださいね。まずこれぐらい薄く。いいっすね、はい、もう絶対美味しいじゃないですか。ね、薄く切ってさっと火を通すのがパサつかない一番のポイントなんですね。塊で火通そうと思うと、うん、中まで火通る間に外がパサつく。なるほど。でここに今日は味付けするんですけども、はい、こちらの梅肉とごま味噌、これを塗りますね。はい、はい、そうなんです。それが笠原の極み。あら、もう梅肉とごま味噌で鶏むね肉を味わい深く。あら、はいはい、さっぱりとした鶏むね肉にこれらを塗ることでね、味わい深くなります。へえ、梅肉、はい、もう淡白な肉、はい、まずこれ梅肉の方は梅干し叩いて、少しお砂糖とお醤油で味、あ、ちょっと味付けしたんですね。はい、もともと梅干し自体が甘かったら、まあ、砂糖の量とか加減していただいてね。小さじ4分の1ですので、ごま味噌は味噌にすりごまとみりんを入れてますね。はい、あ、ごま味噌、はい、みりんも入ってる。合わせ味噌でいいんですか。そう、合わせ味噌で大丈夫ですね。でこれに野菜を入れて巻いていきます。はい、今日は貝割れと、はい、まず梅の方に貝割れ。こんなのなんかもう秋、ね、どっかこれお弁当に詰めて持ってってもね、これはね、冷めても美味しいんで、ね、くるっと巻いて弁当を持ってちょっと用事で止めます ね、 止めます ね、 本当ですね。で味噌の方にはえのき、ただこれは あくまで私の好みなんで、これ逆にしても別に失敗はしないです。あ、これまあ自分でここに合う、そうです、いろんな他のお野菜巻いていただいても、ね、美味しいところですね。うん、弁当持ってどっか行くとき子供も連れてってあげてね。巻きますね、もちろん、もちろんというか、何ですかその今俺急にもちろん、なんか奥さんにひどい父親みたいな国、いや誰と行くんかなと思って、いやいや、みんなでもいいじゃないですか、仲間でもいいじゃないですか、衣を作っていきたい、ね、今流行りのするんかな、いやいや、卵と薄力粉ですね。はい、でここにもう一個あるものを加えて衣を作ります。ここに水ではなくてあるものを加えて衣をふんわり柔らかな食感に仕上げます。何でしょうか。クイズです。あ、出た、これはちょっとビール。私もそう、ビール、ね、ビール、なるほど、軽くなる、絶対当たりましたよ。正解は何でしょうか。牛乳、全然違う。そうなんです、それが笠原の極み。牛乳で衣をふんわり柔らかくすべし。衣もふんわりするんですね。鶏の胸肉が淡白な分、ちょっとこの衣の方にコクを加えたいんで、あ、そうですか、牛乳を加えてね、衣をまろやかに。ビールは聞いたことある、ね、ビールだとまあカリッとして美味しいんですけど、今日はねどっちかというとね、ふわっとした感じの。なんかお菓子、お菓子というかちょっとこうなんていうんですか、フリッターみたいな。そうそう、フリッターみたいな意味で衣になりますね。ふんわりのイメージ、ね、はい、混ぜれば完成です。うん、はい、じゃあこれにね衣をつけて揚げていきたいと思います。牛乳なんか入れたことないわ。へー、パンケーキみたいな、なんかね、そうそう、うん、そんな感じ、ちょっとふわっと仕上がります。油170度ぐらいですね。揚げていきます。はい、このまま170度の油で 3,4 分揚げていきます。フライパンます。これ何分ぐらい揚げるんですか。いい感じですね、大体3分ぐらい、ね、ああそんなもんで、でその今 CM の間のインゲンも入れて、はい、彩りで素揚げしてますので、ね、あ、なるほど、これもあと20秒ぐらいでいいんでね、さっと揚げるだけです。はい、次取り出してみます。はい、天ぷらのねよく美味しいコツ聞かれるんですけれども、はいはい、まあ、一つはまず天ぷらこう入れたらすぐにこういじる方いますけど、はいはい、衣が固まるまであまりいじらない方ですね。なるほど、衣固まるまでは。 あともう一つはね、やはりこういっぱい入れすぎないことです。あ、油の温度が下がっちゃいますからね。あ、なるほど、だから適量を入れて何回かに分けてあげるのが一番いいですね。そっか、はい、じゃあ今日はこれぐらいで、はい、カリッときつね色に、ね、いいっすね、美味しそうですね。キツネってもっと俺色違うと思うんですけど。いいですよそれは。そうですね、ここにキツネが来たら多分ちょっと色が違うと思うんですけど。いろんな種類のキツネおるから、それは冬とか秋とかも色ちゃうやろ、はい、多分
まあ、ちょっと料理会としたらキツネ色これぐらいですね。はい、どこ掘り下げておくの、本当のキツネをちょっと見てみましょうかね。見てみたいですね。ない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 キツネ色ってのね、はい、盛り付ける前にね、用事があると危ないのでね、用事を取っちゃいますね。今日は設楽さん、揚げたてを揚げたてを、やっぱ揚げ物は揚げたてに限りますよね。いいすよ、そうです。だから天ぷらもね、よくべしゃっとなっちゃうというのは、揚げてすぐ食べないからなんですよ、ね。べしゃっとなったのをね、昔なんか甘辛くこう煮て、ね、食べたりよくしましたね。家で天丼にしたりとか、あれもまたうまかったですね。笠原家もそうでしたね。笠原家も、はい、はい、お塩添えて、ね、お塩を添えて、はい、はい、完成。これで笠原流鶏胸肉の代わり天ぷらの完成です。はい、いただきます。あ、もう熱気がすごい。ちょっと熱いので。いいですね。熱いので。美味しそう。すごい美味しそう。はいはい、皆さん召し上がりください。熱そう。白いからね。よいしょ。レモンを絞って ね味がついてますよね。はい、味ついてるんでね、そのままでもいいですし、そうです、ね、ちょっと塩つけてもどちらでも。よいしょ。うん、味噌美味しい。味噌の方ですか。うん、貝割れの方は何でしたか。梅ですね。梅、さっぱり。そうだな。行ってみよう。うん、行こう。うん、うまっ。うん、サクサク、うん、おいしい。これも最高です。うん、うん、あ、これはうまい。全然パサつき感も、うん、ないない、ね、しっとりですね。うん、うん、うわ、うまい。絶妙ですね。ぜひ2種類食べてみてください。うん、うん、今貝割の方いただきました。うん、僕もインゲンもいただきました。胸肉って思わないですよ。もも肉と思いますね、多分。うん、いいですね。ねえ、胸肉とか格段に安いですもんね。そうですね。うん、やっぱり薄くそぎ切りにして巻いていくのが柔らかくする。薄く切ってさっと火を通す。熱いですか。これがポイントですね。うまっ。味噌両方うまい。こっちのえのきの味噌の方がちょっとご飯のおかず、うん、あー、ね、これでもすごくボリューム感もありますね。うん、食べ応えある多分。そうですね、お子さんもいいですし、うん、大人も大好きな味ですね。はい、これはうまい。これ、うん、財布にも優しいし ね、 ね、そうですね。はい、うん、さて、鶏胸肉の代わり天ぷらの笠原の極みはこちらです。梅肉とごま味噌で鶏胸肉を味わい深く、牛乳で衣をふんわり柔らかくすべしでした。皆さんもぜひ今晩作ってみてください。笠原さん、ありがとうございました。今日ご紹介した料理の詳しい作り方はエッセ10月号の196ページに掲載しています。お得な年間定期購読のお申し込みはフリーコール 0120-88-7560、 おかけ間違いのないようお願いいたします。